はい、どうも、カズシドウです。タイトル通りでございます。その前にタイトル通りの前に、昨日の動画でですね、しらすさんのチャンネルが、全部で3つって感じで、まあ自分ちょっとね、言ったんですけどね、合計ね、すいません、5個だったみたいです。しらすさんのチャンネルね、全部で5個だったみたいです。これをね、知ったのも、やはり皆さんのコメントのおかげでございます。本当にありがとうございます。そしてね、ここ最近ね、チャンネル登録者も本当に増えましたし、いや本当にありがとうございます。マジで感謝感謝ベリー感謝。いやこれ面白くない、やベリー感謝って何。いやいやでも、うん、まあ流そう流そう、ちょっと今ここやばいからちょっと冷めそうだから、はい、とりあえずはい、そこ流して、はい、すいません、ありがとうございます。でそうですね、タイトルの前にちょっと一つ言いたいことがありまして、まずその中の一つ、ブルーシーさんの心霊考察っていうのかな、これ心霊考察っていうのかな、のお話です。自爆霊の結束ってなりましたけどね、いやーまあそりゃそうだ、あれはだいぶ自爆霊さんもだいぶ怒っておりましたね。何よりね、自分ね逆にやばいのがと思ったのがね、陰陽師さんですかね、陰陽師さん、その人が許せないって言ってるじゃないですか。だって、まあ、お相手さんも、そう、ボスアンチさんも、結構ひどかったですよ。ひどかったですけど、一応人間じゃないですか。その、人間に対してでも許せないっていう、もう、陰陽師さんが言ってる時点でですね、なかなかやばいですよね。そして、フロさんの逆襲、うん。あれはすっきりしました。あとなんか赤女の侵入って書いてありましたけどね。まあもしかしてなんかまた完全復活しそうな予感がしませんか。そしてアンチの今後っていうのは最後出てきましたけど、まあもちろんですよね。もちろんもうまあいいことどころか、もうこれからは悪いことしか起きないでしょうね。なんかマジでとんでもないことが起きそうな予感がしますよ。はい、ここでね、ブルーシーさんのね、メインチャンネルの方に、戻ります。もう話を戻そうと思ってます。まずね、俺何気にビビったのはですね、ボスアンチさんって会社経営してたんですね。そんな方が、顔と、あ、ちょっと待って。なんか画像なんかおかしいぞ。ちょっと待って。あ、よく見たら、しらすさんのちょっとモザイクつけるとこ間違えちゃった。そうか。ということは、こういう風にやるのか？ほらよく、これが編集の力ってやつさ。まあ俺はこのぐらいの編集の力しか使えませんけど、まあはい、ちょっとさすがにね、モザイクここはおかしいので、ちゃんとここでね、編集の力でやらせていただきました。すみません、ここまでのカズシド劇場ありがとうございます。はい、ここでね、お話戻しますけどね、ボスアンチさん、会社経営してたのはね、まず、そこにびっくりしましたね。そんな方が、何？動画？顔？声も出すなって、まあ言ってましたよね。そうですよね、実際出てた時も、まあ普通にサングラスとかもかけてましたし、まあ帽子もかけて、まあマスクもしてましたけど、まあ、会社経営してる方がですよ。あそこまでやるっていうのも、まあまあ、もうそこはね、もうやったからもう別にいいんですけど、俺それよりもね、もっとね、ちょっとうわーって思ったことがあるんですよ。もうここね、バシッと言っちゃいますけどね、あなたの、まああなた会社、ボスアンチさん、会社経営してるって今言ってますけど、あなたの、その、会社経営してるその雇われさんが、マジでかわいそうだと思うんですよ。だってこれでですよ。だってこれでもし、ボスアンチさん、本当にもし亡くなられたら、その、残っている会社の、ね、雇われてる人、どうするんですかね。だからそういった意味で、なんか、雇われてる人かわいそうだなって思ってね。まあ僕の中でですよ。うん。まあかわいそうだなって思っただけです。まあ皆さんはどう思ってるかわかりませんけど、うん、まあ俺の個人的にはかわいそうだなって思っております。はい、それでですね、次はですね、大人気のカイくんでございます。思ったんですよ、登場シーン、カイくんのなんか「おりゃー！」って書いて「おりゃー！」って出てきたんですよ。出てきたじゃないですか。俺思ったんです、あそこ本当に。ちょっとそこは子供だからとか、もうそういうの関係なく言いますけど、めちゃくちゃかわいすぎだろ。いや、あれめちゃくちゃ可愛すぎだって。おりゃーだって、あれ可愛すぎでしょ、どう考えても。しかもね、ちゃんとね、
白洲さんのことを助けに来たみたいですよ。本当にもうね、これはもうカイ君言わしてもらうけど、カイ君ね言わしてもらうけど、ナイスカイ君。そして次は、影さんと武士さんと般若さんですけど、まあ内容的なその影さんと武士さんは許しておりましたが、もう完全に般若さんはバチ切れでしたね。まあそりゃ怒るわ、あの普通の人間でも、うん、そりゃ怒るわ。そしていっぱい幽霊さんたちもいっぱい出てきたじゃないですか。あの壁から いっぱい、まあ、こちらにも、まあ、あのね画像載せてますけど、いっぱい出てきたじゃないですか。もう幽霊さんたちは、自爆霊さんたちはもうスーパーバチギレモードでしたね。だって白洲さんが、まあ、あれだけされてても、まあ代わりに白洲さん謝ってたじゃないですか。それでも自爆霊の方たちはやっぱりあいつは生きる価値がないと、ああまあうんうん、まあごめん、ここ本当にあの気を使ってでもちょっとあんまり言いたくないんですけど、うん、俺もそう思う、うん、もう仕方ないと思う。そしてね、和子さんがその後に出てきましたけど、和子さんは怒ってましたが、やっぱ影さんとね武士さん同様でね、まあ助けようとしてますよね、一言、まあ、かけるという話でね、助けようとしてますけどね、まあでもね、もうあれは無理でしょう。もう、うん、やっぱり俺もだってもう過去のボスアンチのあの動画のやつも見たくないですもんね。やっぱりなんかね、申し訳ないけどイライラとかしちゃうから、イライラしてるとかってまあね、うん、イライラしちゃうのでもうちょっとごめんストレートに言うけど、イライラしちゃうのでもう見たくないぐらいなんですけどね、過去のねボスアンチの動画はちょっと見たくないんですけど、まあそれでもね、助けようとする影さんとね、武士さんと、和子さん、いやー性格良すぎますよ、ちょっと。そして最後にね、出てきました、フロさんなんですけど、フロさんも言ってましたよね。一件落着、ちょっと似てないですか今、ちょっと、もう一回、今、こうやって言ってませんでしょ、こうやって。一件落着、今違う、ちょっと待ってね。一件落着って言って、今よかった。そう、一件落着って言ってましたけど、まあ、フロさん、申し訳ないんですけど、全然一件落着どころか、もっとひどくなってます。うん、フロさん、もっとひどくなってる。うん、むしろ、もうやばいと思う、結構。だから、なので、あの、一件落着どころか、もうなんかね、もうどんどん下がってる一方だと思うので、今後、今後のあのボスアンチさんマジどうなっちゃうの、マジで。あの、ここで武士さんとかが止めてくれるか、もしくはもう止めても、どうにもならないか。まあ今後のねブルーシーさんの動画もね非常に気になるところです。いやーまたねちょっと楽しくなってきましたね。ちょっとあのボスアンチさんね、あのもう最終かなと思ったらね、あ、またこれ、あ、そうか、次はボスアンチさんの今後のことがあったと思って、ラストどころか今後どうなるかってことが気になりましたよ。そうですよ、なのでこれはちょっとまた明日ですね。明日ちょっとまた楽しみにしておりますよ。はい、今日はね、まあこんな感じでね、お話を終わらせていただこうと思ってるんですけど、本当に毎度言いますけど、あのチャンネル登録の方とか本当にありがとうございます。めちゃくちゃ本当増えました。本当にありがとうございます。嬉しいですね。これ、今のペースで言ったら2000人いきますね、マジで。びっくりしてますよ。このね、短期間で行くとは思わなかったですし、なんかコメントの方もね、本当に非常にいただいてね。まし、あの、本当にいいコメントばかりでね、本当ありがとうございます。まだ俺も知らないことだらけなのでね、あの毎日見てるんですけど、やっぱりなんだかんだ忘れちゃうんですよね。あ、そう、なんて言ってたっけなと思ってね。だから、あの、ぶっちゃけた話をやっぱりちゃんとね、あの、紙とかにも書いてね、覚えてるんですよ、僕。ちゃんとね。あの、意外にこういう面したって意外に努力してんですよ、ちゃんと努力というか、まあ違うんですよ、努力というか、まあちゃんと単純に覚えられないだけなんですよ。だってこの顔で頭いいはずないでしょう。この顔でどう考えたって頭なんて絶対良くないですよ。なのでね、まあ話戻りますけど、本当に視聴者さんの皆さん本当に感謝しております。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ、本当ね、このもうこういう感じのね、あのおかげさまでもうテンションがね、テンションっていうね、間違えた、テンションじゃなくて、あのモチベがね本当に上がってますね。いや、こりゃ本当にありがたいお話な
なので、もうこうやって頑張っていこうと思ってますし、まあもちろんね、ブルーシーさん以外でも今あの他のね動画もやっていこうと思ってるんですけど、でもまあブルーシーさん今ね一番もうこう今本当にのあの今注目されてますので、まあ連続ブルーシーさんって感じでやってますけどね。まあでも今後ねもちろん他のことも、やっていこうと思ってますので、まあどうかねちょっともしよかったらね他のことやってたとしても、あ他の方とかねそれをあれとかやってたとしても、あの見ていただけるとすげえありがたいと思います。ありがたいです。あのなので、もしよかったらあの単純にもうストレートに言います、はい、僕のファンになっちゃってください。はい、アンチの方も僕のファンになっちゃってください。はい、よろしくお願いします。もしよろしければ、チャンネル登録の方と、グッドマークの方、そしてコメントの方ぜひともよろしくお願いします。もうどしどし書いていただけたと思いますし、書いていただければと思いますし、書いてくださいダメだ、何にも思いつかない、こういう時に限って思いつかないんですよ。はい、それではまた、次回の動画でお会いしましょう。 LINE スタンプ販売中。